その胸の炎は消えん。万物には根源がある。無からは何もなされない。因果の果てに解は導かれる。オズバルド被告、無実を訴えるのか？炎が消し止められた後、妻と子の死体が見つかった。黒焦げになって、それは目を覆うような無残な姿でな。死因は火災による焼死にて、異論はあるまい。だが不可解な点がある。現場には火種となりうる痕跡は一切発見されなかった。つまり炎は起こるはずがなかったのだ。魔法でもない限りは。オズバルド被告、貴様は魔法学者だったな。これは単なる偶然だろうか？いや違う。我々はあらゆる手段で事件を検証し、結論に達した。貴様以外に犯行をなせた者はいなかったのだ。赤学王アレファンの皆において、ここに判決を下す。被告オズバルド・フォン・バンシュタイン、妻子殺しの罪で終身刑とし、監獄島へと収監する。言い残すことはあるか？ハーベイ、俺から全てを奪った男よ。貴様を殺すぞ。必ずだ。フリジット監獄と極北の海に浮かぶこの孤島は、世の果てとも呼ばれる。一年を通し極寒の雪に閉ざされ、最寄りの東大陸へは大型船でも4日を要する。荒れ狂う吹雪に船が難破することもある。島への往来は厳重に制限されている。監獄には大陸全土の重罪人が収監され、その数は最大で300名を超える。80年の歴史の中でこの島から出した囚人はいない。それどころか、極悪な環境のため、刑期を終えず死ぬ者が後を絶たない。ここへ来て、1879日が過ぎた。だが、この胸の炎が消えることはない。
今日も冷えるな、学者先生。これ、なんだかわかるか？あんたの手記さ、いつも離さず持ってるだろ？怖い顔すんなよ。ちょいと借りるだけさ。あんた、偉い学者だったな。こいつは価値があるに違いねえ。タバコ何本になるかな？嫌なら取り返してみるか？力ずくでよ。返せよ、小汚い式なんていらねえ。おい、助けてくれ。殺されちまえ。頼む、誰か。何の騒ぎだ？こいつが俺に暴力を。オズバル、妻子殺しの魔法学者か。学者よ、与えてやった勲章は気に入っているか？その猿グツアのことだ。喋れなければ自慢の魔法も唱えられんだろう。貴様だけの栄誉だぞ。地に頭をこすり感謝するがいい。なんだその目は。たとえ目だけだろうが、犯行は許さんぞ。オズバルドよ、貴様の声を聞いてみたいものだ。どんな声で泣くのかなあ。13秒。囚人が助けを求めてから監視長の到着まで
13秒だった。貴重な知見を得たな。監視長、監守34人、囚人292人。監獄島の人間の行動は長い時間をかけ把握した。全てはここから脱獄するために。手記には暗号を用い、その計画を記した。5年をかけ、俺は脱獄計画を練り上げたのだ。必要なピースはあと3。1つ目は脱出路の把握。脱出路には監獄内の地下道を選んだ。監視の目が届かず、外部に通じる唯一の通路だ。その構造を細部まで把握しなければならない。二つ目は防寒着の調達。地下道から先、一切の暖はない。防寒の備えなくては体力を奪われ、凍死するだろう。三つ目は協力者の確保。俺のみでは不確かな情報があり、内情に詳しい協力者を確保する必要がある。以上の三つが揃えば計画は完成に近づく。あとは行動あるのみだ。労働の時間だ。さっさと腰を上げろ、グズども。島はかつて鉱山で覆われていたらしい。採掘が進み、山を切り崩した後に監獄が建設された。この土地からは今でも隣石炭が取れる。隣石炭は発火性が高い、ゆえに高値で売れる。囚人たちに採掘させ、島の監視は大きな利益を得ていた。手を止めるな。さっさとホランカグズども。さもなくばここいじんでもらうぞ。おい、何をしている。もう動けねえ。寒い。甘ったれるなよ、罪人めが。貴様らは罪をあがなうためにここへ来たのだ。神に許しをこい、穴を掘れ、役立たずなモグラめ。
貴様らの命などこの隣石炭よりもはるかに安い。代わりに燃やされたいか。隣石炭より燃えるとは思えんがな。返事はどうした。人間の言葉がわからんか。監視長、もう死んでいます。見慣れた光景だ。いかなる環境でも続けばそれが日常となる。強制労働が終わるとしばしの自由時間だ。この間に必要なピースについておさらいをしておこう。ピースは3つだ。脱出路の把握。ここは古くそして巨大な監獄だ。故に、ほころびは必ずある。この島の歴史に詳しい人物から何かヒントを得られれば、次のピースは防寒着の調達。防寒着を持っている物資屋がいるはずだ。まずは物資屋を知る人物から探すとするか。そして最後のピース、協力者。ただの囚人ではダメだ。この計画に加担させるにふさわしい人物を見つけなければ、あとは行動はあるのみだ。この時間の食堂は比較的監視が薄い。協力者を見つけるなら今だ。待ちな、あんた。人のことをこそこそ調べて何のつもりだ。おっと、喋れないんだったな、サルグツァの学者さんよ。あんたを見てたぜ、5年の間ずっとだ。何にも興味ない振り越えてこそこそ調べ物してたろ。ああ、囚人や看守どもの行動余さず全部、まるで統計でも取るみたいに
緻密に観察してるのに。んなこと5年も繰り返すの。欲を持て余した野獣か。脱獄でも計画しているやつ。まあ、どっちか。前者なら、いい友達を紹介してやるぜ。だが、後者なら。さあ、答えろ。あんたはどっちだ、学者。前者なら首を横に、後者なら首を縦に振りな。あんた生かすぜ。俺の目に狂いはなかった。さて本題だ。俺を脱獄の友達に入れてくれ。俺にはあんたにとって有益なもんがあるぜ。深い中の友達しか聞けねえ貴重な情報が5万とも。ここじゃ長いこと情報屋のエメラルドで通って商品には自信があるんだ。損はさせねえぜ脱獄学者さんに。俺の計画に気づくとは大した男だ。それに奴の商品はまさしく俺が求めるものだ。うまく利用すれば役に立つだろう。そう来なくっちゃな。で、俺は何を仕入れりゃいいんだい？監獄とは大陸から離れたこと。監獄を脱出しても海の渡航という最後の難関がある。そこで不定期に島へ訪れる査察団の船を狙う。必要な情報は査察団の寄港予定日だ。その記録簿は厳重に管理され俺では手を出せない。だが入手さえすればその日が脱獄決行日となる。なるほどな。そいつは血と骨が折れそうだが任せな。無事に仕入れたら呼ぶぜ。それともう一つ、猿器の鍵が必要だ。そっちは約束できねえ。なんせあんたの特注品だ。こうにでも祈っとけ。よろしくな相棒。計画は進んだ。情報屋の働きを待つとしよう。オズバルド、オズバルドよ、君の貝は出たか。
労働の時間だ。さっさと起きろ、クズども。実はの学者か。物欲しそうな顔してるな。ここへ来るやつはみんなそうだ。俺か。俺は物資屋のベイルだ。ここの客が欲しがるものなら大抵は揃ってるぜ。もちろん金なんていらねえ。檻の中だからな。だが誰でも払うもんは持ってる。わかるだろ。ただでは渡さない。弱みでも握ることができれば他の囚人を探ってみるか。
いつは何も。このことはあの物資屋にとって弱みに違いない。これで奴を揺さぶってみるか。よう、腹起きになったか。なんだその髪切らは。これはてめえどこでこのことを。欲しいもんはくれてやる。だからタコすんじゃねえぞ。計画は順調。この防寒着さえあれば寒さは障害になるまい。檻に戻る時間だ。さっさと戻れ。グズ。時間切れか。穴蔵に戻ろう。オズバルド、君の解は出たか。まだだ、ハーベイ。だが、一つの仮説を立てた。見ての通り、小さな炎だ。だが、ある方程式を用いると、炎は収束し、理論上では、火力が倍増する計算となる。炎である限り、やはり限界はあるがな。なんと。演算で魔力を収束させるとは。オズバルド、君は天才だ。究極魔法。魔法学者たちの頂に貴様は一歩近づいたのだ。だが、追い越してやるぞ。必ずな。労働の時間だ。さっさと起きろ、グズども。
ここにいる囚人から地下道について知る人物を探るか。何も知らないよ。俺はお前が来るずっと前からこの監獄にいる。監獄に関しちゃ監視よりも詳しいかもな。こいつの知識は役に立ちそうだ。少し探ってみるか。南国の地下道。ああ、刑務作業で昔行ったことがある。詳しくは忘れた。確か図書室に作業報告書があるはずだ。
囚人が言っていた作業報告書というのはこれか。筆まめな奴がいたものだ。被災に地下道のことが記されている。囚人が書いた報告書なぞ、誰も目を通してすらいないというわけか。監視室の近くから地下道へ入れるようだな。計画は順調だ。地下道の構造は把握した。脱出路として問題ないだろう。檻に戻る時間だ。さっさと戻れ、クズども。時間切れか。穴蔵に戻ろう。オズバルドよ、君の解は出たか。行き詰まった。最後のピースが見つからん。あらゆる可能性を検証したが、一向にたどり着けない。究極の魔力たる根源とは何なのか。いや、十分だ。貴様はよくやった。最後のピースをはめてやろう。このハーベイがな。相棒、待たせたな。商品を仕入れたぞ。ああ、いつ死後を許可した。ちょ、誤解だぜ監視長さんよ。ついているな、グズ殿。いいか、次はその穴に貴様らを埋めてやるぞ。あのクソ棒を食らうのもこれが最後だ。だろう。食堂裏の倉庫で落ち合おう。来たな、相棒。骨が折れたが、盗んだぜ、査察団の記録簿な。査察団の船の寄港は明日だ。あとは
あんたの計画通りに進めようぜ。いよいよだな、相棒。よくたどり着いたな。今日はまだ荒れるぜ。神様の機嫌が悪いらしい。さて、笹船が着く頃合いか。船を迎える準備のため監獄内の警備が手薄になり、その限られた時間に計画を進める必要がある。行動開始だ。まずは地下道へと向かおう。
ここに地下道の入り口があるはずだ。さすがだな、相棒。いざ地下道へ。と、その前に、あんたにプレゼントがある。サルグツワの鍵だ。これでも塀の外じゃ腕利きの盗み屋でな、ようやくあんたの声が聞けるぜ。おいおい、なんか言ってみろよ、学者先生。寒い。やれやれ、無口な野郎だ。口塞ぐ必要はあったのか。時間が惜しい、先へ進むぞ。鍵の件は礼を言おう。水くせえな。そいつはここを出てからだ。さ、行こうぜ、相棒。よこせ。賞賛はある。思考開始。炎よ燃えろ。赤い石の向きプラン。炎よ燃えろ。貴重な知見を得たな。有益だ。力づく。賞賛はある。思考開始。氷を切り裂け。計算外だ。さて、
効果封山終了。炎よ燃えろ。プラン通りだ。プランを考えはっ。よく狙え。以上だ。思考回復。甘い。悪くないアプローチだ。有益だ。勝算はある。プランを考えねば。氷よ切り裂け。破壊したぞ。さて、氷よ切り裂け。貴重な知見を得たな。有益だ。力勝算はある。思考開始。氷よ切り裂け。さて、氷よ切り裂け。プラン通りだ。受けてみろ。氷よ切り裂け。プランを考えねば。氷よ切り裂け。思考開始。使うぞ。プランを分散終了。氷よ切り裂け。終わりだ。悪くないアプローチだ。有益だ。よこせ。勝算はある。思考開始。勝算はある。炎よ燃えろ。よく狙え。
プランを考え。おさて、受けてみろ。甘い。プランを考えろ。はっ。不勉強だ。有益だ。力づく。勝算はある。さて、あっ、氷よ、切り裂け。プランを瞬間終了。炎よ、燃えろ。よく狙え。はっ。さっさと来た。ダッセーやつだぜ。ここじゃ情報屋で通る。
と待て。やるか。サクサクいくか。やるな。炎よ、燃えろ。貴重な知見を得たな。受けてみろ。炎よ、燃えろ。いいぞ先生。ダセーやつだぜ。信号が壊れてやがる。くそ、ここまでだってのかよ。真新しい傷だ。最近壊されたようだな。どうやら相手を甘く見ていたらしい。そういうことだ。ついに声が聞けたな、オズバルドよ。サルグツワを外し、逃亡を図るとはな。だが爪を誤ったな。エメラルドは監視されていたのだ。やはり貴様とつるんでいたか。すまねえ相棒、俺としたことが。謝罪するな。これは俺の過ちだ。過ちは自ら修正する。ああ、貴様らのような愚か者を数えきれんほど見。そのすべてが惨めに死んだ。さあ、お仕置きしてやるぞ、クズども。邪魔だ。やるか。
て。氷よ、切り裂け。プラン通りだ。カズマ。プランを考えねば。氷よ、切り裂け。さて、氷よ、切り裂け。やるかよ。サクサクいくか。プランを考え。ああ氷よ、切り裂け。さて、やるかい。開始。グズ、やってくれるじゃねえか。さあ、プランを考えねば。使うぞ。お仕置きしてやるぞ。イカ土を貫け。思考開始。使うぞ。やるかよ。応急処置だ。終了。イカ土を貫け。やるかよ。プランを考えれば。ズルさせてもらうぜ。修正する。イカ土を貫け。クズどもの犯罪で手こずらせやがって。これはお仕置きをきつくしてやる必要があるな。やはり甘く見ていた。存外に腕が立つ。しかし問題はない。計算だ。ごちゃごちゃとうるさい口だ。すぐにまた話せなくしてやる。プランを考えれば。使うぞ。行くか。思考開始。使うぞ。
切り裂け。高い下部さて、体を自ら修正する。イカ土を貫け。やるな。氷よ、切り裂け。その通りだ。グズ、言ってくれるじゃねえか。プランを考えねば。誓うぞ。さて、氷よ、切り裂け。さあ、思考開始。はっ、お仕置きしてやるぞ。待て、ほらよ。誓えず。相棒、ほらよ先生。プランを考え、ここじゃ情報屋で通る。てクズどもが。逃げ切れると思うな。ここはフリジット監獄島だぞ。相棒、さらに湧いてきやがったぜ。日々これならば先へ進むぞ。でも道がねえだろうがよ。いや、かゆはある。火炎よ、焼き尽くせ。ううほほ、これならいけるぜ相棒。さあ進むぞ。難問はこの先だ。